る。忘れないでね。最初に感染してたのはカタモンなんだ。言えなくて怖くて、俺、話って何？姫川の言ってたリブートのことだが、それでたくさんの世界を救えるんでしょ？理解してるのか？デジタルワールドの時間が巻き戻ることの意味に。私たちもデジタルワールドと一緒にリブートされるってことだ。代償は大きかったです。分かってるわ。何がフォーフォーフォー、彼らは自分で進むしかないのよ。あっという間よ。半年もすれば新しい建物が建ってまた元通りのお台場になる。一年もすればあそこで何があったかみんな忘れるわ。デジモンのことも世間の誰にも口にさえしなくなる。それが大人になるってこと。お兄ちゃん、俺たちはもう選ばれし子供たちじゃない。選ぶしかない。どんなに辛くても自分たちの未来を。待ってたら、いつかなんて待ってたら、あっという間に大人になっちまうよな。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そうはさ愛しい思いも負けそうになるけど、何ができなかったじゃない。何をするかだよ。頼りない翼でもきっと飛べるさ。Oh yeah。 無限大な夢の後のやるせない世の中じゃ、そうさ常識外れも悪くはないから、清楚なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ。蝶になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮的ながら、何がウォー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 、この街に響くのだろう。だけどウォー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 、期待してても仕方ない。お前と出会うためこの世界に来たんだ。ああ、お前しかいないんだぞ。サルモン、今日はどう？テントも、こいつのは